おい、バトルサーチャーでよ、ユータに挑戦しに行くべ。おい、ユータ、おめ3日前俺のこといじめてくれたよな。おい、ターザンの仇取り行くぞ、今から。おい、ターザンの仇取り行くぞ。この野郎、本当はよ、ターザン連れてよ、ここにターザンの歴史を刻んでやりたかったのに。無事に、まあ、縛りはクリアと。ただ、やらなきゃいけねえことあるよな。やらなきゃいけねえことあるよな。おい、行くぞ。おい、ちゃんと俺全クリしてきたぞ、母ちゃん。さっきターザンくんがあなたを呼びに来たよ。せえ、バカタレが。俺、お前、そんなターザンよりやらなきゃいけねえことあるんだよ。本物のターザンを。あと、みんなに言ってなかったけど、ポケモンセンターは封鎖されてませんでした。知ってました。しかも俺、野生ももう殺すからな。いや、やめよう。最後まで美しく。楽しかった。ショップも入っちゃうもんねー、こうやって。入っちゃうもんねー。いやー、本当にさ、思い出語れって言われたら多分1時間ぐらい語っちゃうから多くは語らないけど、なあ、エリア11だとか。その前に、倒さなきゃいけない相手いるよな。てめえよくもやってくれたな、おめえな、おい。おい。おめえさ、おめえやってくれたよな。おめえの男の家族がな。知ってんだぞ。ようやってくれたわ。あとおめえだよ、おい。おい、バトルサーチャーの使い方俺わかんないんだけど、どうすればいいの？大切なもの？逃げてるんですけど、この人逃げてるんですけど、しょっぽ。所詮お前はその程度の男だったということだな。最後まで逃げなかった俺がポケモンチャンピオンになり、お前はこのアリアハンでレベル5のムックルと共にずーっと一緒に行きなさい。ガタガタ震えてな、雑魚が。いや、ということで皆さん、長きにわたりご視聴ありがとうございました。なんとか、まあ、クリアということで、いいんじゃないでしょうか。まあ、また夏前ぐらいにね、BW で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。